今夜の経済ニュース最前線は、あのね、暴力団にはもうとにかくね、あの付き合っちゃいけません。もうね、金品与えちゃいけないし、気をつけます、ね、あのお店とかね、そのこう住居とかそういうの貸しちゃダメだし、ね、もうあの公共料金とかももうあれですからね、あのあれですよ、水道とかガスとかも契約しちゃいけないですから。え、そうなんですか。そうですよ、もう暴力団と付き合ったら暴力団っていうことになっちゃうんで気をつけてください、はい、あの国ぐるみの暴力団がいるという話をしていきたいなと思います。はい。